前澤が抜けた、マイナスのリターン、小牧こぼれ球、1対6、白石今日2ゴール。アウェーゲーム最高のゴールラッシュです。アスルクラーラ沼津、したんですが、しかしみんなゴール前が冷静です。最後は白石、松藤も詰める。